おはようございます。めこです。今日は8月1日かな。今は3時やねんけど、起きたら12時ぐらいやってんか。まあ恒例の土日の午前中は寝てるっていうことやねんけど、そう、実は今日日曜日って人生初の婚活パーティーに申し込んでたんですよ、マジで。それのスタートが10時45分やってんけど、起きたらなんかほんと12時ぐらいやって、もう終わってるやんみたいな自分の婚活のやる気のなさを痛感したよね。なんならもう申し込んだ後やから、キャンセル料払わなあかんやんか。そう、参加費1000円やって、ハイスペ男子と出会える婚活パーティー特別みたいな感じのやつに申し込んでみてんけど、おもろいかなと思って。参加料1000円ってめっちゃ安くない？なんか初回1000円とかで、よくよく考えちゃった、今日ノーブラやから、ノーブラよくよく考えたら1000円なんかでハイスペ男子なんかと出会えるわけないやん。そう、だから絶対嘘やと思うねんな。うちって昨日お風呂入ってないんやんか。本当はシャワーからスタートなわけよ、婚活パーティー行くならね。でもまあ終わってるけど、でもう、でも今は実際はうちもう3時なんよこれ。そう、今から顔洗おうかなっていう感じ。そう、いいね、このカメラの画角ね、なんかいいね。うんうん、ちょっと待って、なんかちょっとカメラの画角直していい？こんなもんか、こんなもん。婚活パーティー行ってみようと思い立って、婚活パーティー東京って感じで調べてみてんけど、めっちゃいっぱいやってるわけ。でも全然、なんか女性枠の方が空いてるわけよ。それを見た感じのうちの感想から言うと、結局女性集められてないやん、この婚活パーティーって思うわけ。だから、要は女足りてないんやって。いくらハイスペ男子しか来ませんみたいなパーティーとかでも、全然女集まってないわけ。条件見たら、弁護士、医者、年収800万、または国家公務員資格みたいな、を満たしている人みたいな。えらい、なんか、レンジ広くねみたいな。で、それはなんかまた面白いのが、参加資格、男性は、さっき言った人やねんけど、女性の条件が、容姿が褒められたことがある方とかなんやか、何それみたいな。もうちょっと具体的にさ、モデル経験がある方とかさ、それってさ、適当にそこら辺の服屋さん行ってさ、お客様はスタイルがいいので、どんな服にもお似合いですけど、とか、お客様は目鼻立ちがくっきりしているから、まあ、こういう色がお似合いですねって言われたりするやん。アパレル店員大体言ってくるやん。絶対その色似合わないから買わない方がいいですとか絶対言わへんやん。それも含めたら、容姿が褒められたことがある人なんか絶対にいるわけ。なんやねん、その条件とか思いながら。なんかね、変なパーティーでしたね。行ってないんやけど、寝坊して行ってないんやけど、参加条件変っていう。とりあえずちょっと顔洗います。こう、ネタでも何でもなく、マジで寝坊したから、今日10時45分に新宿行かなあかんかったんけど、それってさ、9時に起きなあかんやん。うん、そうそうそう、無理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 、9時に寝てます、9時は寝てます。まあ、1000円やし、いっかなっていう気持ちが、午前中起きれなかった要因ですね。やっぱこれはさ、1万円とかやったら、なんか絶対来そうやん、なんか。やっぱ1万円くらいかかるのかなって思うやん。ハイスペ男子と出会うのに。1000円って、1000円なんか出会えるわけないやん。言っていい？ちょっと言わせてもらいますけど、ぶっちゃけ私の方がハイスペじゃねっていうのは、まあちょっと思うよね。ちょっと待って、パック取ります。今アマゾンで化粧水とか注文してて、ちょっと薬買いに行くのめんどくさいから、ちょっとアマゾンで買ってます。パックね、パック、じゃあこのパックつけます。久々、化粧水なくなるとやっぱこのパックに頼っちゃうよね、めんどくさい。もう早うっていう時間じゃないねんけど、なんなら3時やし、何してたんって感じやねんけど、ま、携帯チェックとか、YouTube 見たりとか、まあ、そんな感じですね。はい、今日日曜日やねんけど、バッカルファットと脂肪注入の経過としては、10日間ぐらい。ちょうど10日間ぐらい。はい。どうですかね。腫れ物なくなったら全然痛くないし。まだ口の中になんか糸があるなっていう感じはあるけどね。うん、これになんか糸が残ってます。
こうやって笑った時にいい感じにこのシュッとなるよね。そうそうそう、うん、はい。というわけでちょっとパックします。婚活パーティーは来週の土曜日とかにもう一回申し込んでみるわ。夕方もあるんよ。じゃあなんで最初から夕方にせえへんかってんっていう話だけど、日曜日の夕方はちょっとしんどいわけよ、私的には。もういいんちゃう、これ。もういいんちゃう、あんまりやりすぎない、もういいかな。はい、終わりです。なんかパックってさ、いつまでもさつけちゃうよね。なんかもったいない気がして。こうやって首もね、ちょ、昨日お風呂入ってないから今日ちゃんと夜入るから、夜ちゃんと明日会社行くまでには入る。今日何するっていうか、もう3時半やねんけど、うち的には一人カラオケ行きたいねんけど、緊急事態宣言やから空いてないんかなって思っててんけど、調べたらなんか新宿やったらなんか空いてるやつところはあるんやんか。そうそう、だからほぼもう化粧なしで一人カラオケして、今日はちょっと充実した日曜日を過ごして終わろうかなって思います。さすがに日曜日引きこもりやと、ちょっと。というわけでちょっと移動します。ちょっと待って、水落ちたんやけど、ちょっと待って。あ、でもガラス割れてない。見て、ちょっと待って、水こぼれたから拭きます。あの、こういうおっちょこちょいなところを愛してくれる方募集ですね。ちょっと待って、一人カラオケ行かな。そう、一人カラオケ行かな。パソコン見たら終わりやねんけど、こう目の前にパソコンなわけ。うちの PC は MacBook Pro で、で、ここにモニターがあるんやけど、そうそうそう。見る？ちょっと汚いからあんま見せられへんねんけど、これが、まあ、あの MacBook Pro で、で、この辺にモニターがあります。まあ、チラッとね。在宅で仕事することもたまにはあるから、仕事関係の書類とかも一応結構散らばってるから、あんま見せられへんわけ。ほんとこの辺仕事関係の書類が散乱してるから、ちゃんと整理せなあかんねんけど、基本的にはここでもう仕事と編集っていうか全部やるから、いろいろなんか散乱しちゃうよねっていう話よね。しょうがないよねっていう。物片付けるの苦手なんです。前キングダム店行ってきてんけど、このキングダム店のコースター使ってます。大好きキングダム。先週の連休の時は7を読み返したよね、うん、7はいつ終わるんですかっていう感じ。7読んだことあるやんな。あれさ、マジでさ、どうなるんみたいな。こんな中途半端っていうか、こんな一番大事な時に連載休止みたいな。ちょ、矢沢愛先生ちょっと頼みますよみたいな。うちとか7の続き気になりすぎて、YouTube とかで検索したり、ネットで検索して7の続きの考察を読んだりとかして楽しんでるかな。そうそう、キングダムもそうやし、もうなんか生きていくことにやる気がないよね、正直。こうやって YouTube 撮ってることしたらやる気満々やんって思うかもしれんけど、普段はマジでやる気ないねん。いや、本当にこのビデオカメラをオンってする瞬間までマジでやる気なかったから。そう、うん、表情筋鍛えなからな。うん、バッカルファットとか脂肪注入も大事やけど、表情筋を鍛えることが大事ですよっていうことを、あのボイトレの先生が言ってたわ。歌の練習これちゃんとやってるから、あの何分忙しくて、あの、まあ、そこまでやる気もないっていうか、やる気はあんねんけど、やっぱさ、カラオケで練習したいやん。だからカラオケ行きたいねんけど、やってるカラオケ店がないねん。行くんかな私カラオケ。ちょ、なんかだんだんもうなんかだるくなってきたな。でも別になんかやることもないし、今日さ、すごい久々に一人トーク動画みたいなのを出したんやんか。意外と再生数いってるからいやいやいやこんなしょうもない動画に、こんな私のトーク動画を見ていただいてありがとうございます。本当に申し訳ないです、本当に。まあ、私、整形公開してるから、まあ、うちの顔の、あの、観察チャンネルでもあるから、まあ、あの、ビフォーアフターとかうち撮らへんし、まあ、いろんな角度で見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。メイク動画ぐらい撮れよって感じなの。いや、でもさ、昨日さ、お風呂入ってないから、お風呂入ってない女のメイク動画とかいらんやん。もう、なんならうちトークだけでいいやん、みたいな。なんならノーブラやしな、もう。すいません、本当今日は撮らへんけど、次はちゃんとメイク動画撮るから。今日はメイクせえへん。いや、すっぴんの方がいいわけよ。あの、私のさ、
顔の、あの経過を楽しみにしてるというか、経過を観察してる人だっているわけやから、そうそうそう、変にね化粧とかしてもね良くないというか、ちゃんとねこんな感じですよっていうね。そういえばさ、うちってダーマペンの回数券が、まあ、使い切っちゃって、その次どうしようかなっていうやつなのか、まあ、引き続きダーマペンを受けるか、はたまた違うその手術を受けるか、肌の次はハイドラフェイシャルとデルマシをやってみようかなって思ったり、あとは他にもあるんよな、何だっけ、ベルベットスキンとか。そう、やっぱり女の肌の綺麗さって重要なわけ。まあお風呂入ってない私が言うのもないねんけど、これってうちの父親の教えやねんけど、すごいちっちゃい頃からうちはめっちゃ言われてきたわけ。男っていうのは女の綺麗な白い透き通った肌に本能的に惹かれるものやから、どんなにお金をかけてもいいから肌は綺麗にしとけってすごい言われたんやんか。そう、うち中学とか高校の時ニキビだらけやったから、まあ、特に学生はともかく20代、そう20代の時はやっぱお金かけてでもお肌は綺麗な方がいいかなって思う。残りの30代はね、そう綺麗でいたいなと思ってお肌の治療も頑張りたいと思います。今さ、あのインスタちょっと開いとったら細井先生からメンションがあって、なんか私の脂肪吸引のやつ、あの二の腕の脂肪吸引がしてんけど、これさよく見たら2020年8月1日なんよね。だからもうちょうど1年前、たった1年っていう感じじゃない。はい、1年経過の二の腕脂肪吸引こんな感じです。全然太ってないですね。はい、静脈麻酔 YouTuber 爆誕の瞬間やで、ほんま。そんなんなるつもりなかったんやけどな、なんかちょっとおもろい絵撮れたから投稿してみようかみたいな感じだったからあの頃は純粋でしたね。と右の二の腕はこんな感じです。全然肉ない、うん、皮って感じ。特に脂肪吸引の跡とかもないです。懐かしいな、去年の8月1日なんやね。はい、というわけでこんなおはようトークを見ていただいてありがとうございました。結構好評やったらあのテロップとかつけずにパーッと喋って投稿したいと思います。見てくれてありがとう。バイバイ、カラオケ行ってきます。されず賭けて努力落とされてたって、消えたとせるキャラも価値もない。